一つ例え話をしようか。誰も聞こうとしないならそれもいいが、いずれ気づく人もいるのかもしれないから、構わずここで喋らせてもらう。右見て左見て自分を押し殺して、いつでも笑って空気を読んで、それが正しいことだと右習いで教わって、疑問と忍耐の日々は続く。ああ都合の悪い現実は蓋をして忘れてきたはずなのに、厄介だな、もうすぐ入りきんなくて溢れ返る瞬間、素の美醜の仮面はついに音を立てて崩れていく。ネットに祭り上げられて、時代の蜘蛛巣が今日もまた一つ、出されたものをただ食べ尽くした後は次の餌を求めてまた群がるな。ガランドの風像にますます肥大化していくカリスマ、最低だな、自分に太刀打ちできないこと悟ってしまった。マキャベリー栄光もいつか音もなく廃れていく。人間の回路はいったってシンプルな法則で動く操り人間。粉々に踏みにじられてそれでも生きてる僕らは、多分誰かに認めて欲しかったんだろう。ああ都合の悪い現実は蓋をして忘れてきたはずなのに、厄介だな、もうすぐ入りきんなくて溢れ返る瞬間、素の美醜